今日の予定をざっと言ってきたいんですけど、今日は今から車で仕事に向かいます。で、大体お昼の2時ぐらいまで、仕事をして、そっから一旦抜けて、僕がもう一個の仕事で受け負っている高校生のサッカー部の外部コーチという仕事もやっているんで、そっちの方に移動します。それが大体3時から5時とか、そんぐらい2時間ぐらい抜けます。で、そっからもう一回仕事に車で戻って、6時から8時とか、6時から8時半、9時ぐらいまでもう一回仕事をして終わりで、今日は動画でもあったように仕事の後トレーニング、筋トレに行きたいと思います。なんで9時からだいたい10時とか過ぎぐらいまで行って、そこからご飯食べて家に帰ってくるよっていうような流れになります。今仕事をちょっと抜けて、今から休憩って感じなんですけど、この休憩の間にさっき言ったように僕はもう一個の仕事で高校生のサッカー部の部活動の方に今から行ってきます。で、今日は学校のグラウンドではなくて公共施設を使っての練習なので、大体1時間ぐらいかけて今から練習場に向かいます。この行く1時間の間にいつも途中でどっかご飯屋寄ってご飯を食べてから行くみたいな感じになってます。Thank you.